さらに、まあ、ヒップアップ効果、それとここの、あの、ももの引き締め効果があります。それをちょっと行います。ムービングブリッジバリエーションです。同じですね。スタートポジションは膝を曲げる。背骨まっすぐ、肩は下げて手を離します。大丈夫か？動きは、鼻から吸って準備。吐きながらインプリントを取って、尾骨を順々に巻き上げていって、このポジションです。このポジションですね、さっき。で、このポジションから、足をアップ。股関節から曲げる。なんか笑いが聞こえてきましたね。笑いが。チャレンジです、チャレンジです。どんなもんか。このポーズ普段しませんね、このポーズね。どんなもんか。どこの筋肉を使ってるのか。このポジションから、股関節から足を曲げて上げます。ここ高く打たればちょっと厳しいので、あの、高さは低くても大丈夫です。反対の足も上げます。この時にこう落ちるんですね、大体とか。落ちない。落ちないように上げます。右上げて、左上げて、鼻から吸って、吐きながら戻ります。まずスタートポジションから鼻から吸って準備、吐きながらインプリントを通って上げていきます。足上げるときは自然呼吸です。まず右足から上げます。上げます。ここ落ちないように。下ろします。左足を上げます。下ろします。鼻から吸って準備。吐きながらインプリントを取ってニュートラル。これをちょっと行ってみましょう。